まあそれにしてもね、まああの先日は、えー、菅総理がですね、まあ、報道ステーションにま出て、テレビにねなんか出て、えー、なんかいろいろなんか説明みたいなしてましたけども、まあ本当なんか記者会見ではね、あんまりちゃんと質問に答えずに、ですねまかテレビではなんか言 なんて言うんですか露出してなんか喋ってるでもどうかなと今日の NHK の日曜討論でもですね、菅さんだけが、えー、テレビに生出演して他の党首ですかはなんか録画みたいなね、えー。スタジオにはなんか呼ばれてないみたいな。いや、どうな、それも何なのかなっていうね。あのー、それもなんかやっぱりなんか考えてやってんのかなみたいな。 気もするんですけども、まあ、そう思ったら、今日ね、共同通信のなんか世論調査の結果が出てたっていうことで、ですねまあそれはね、世論調査のことを考えて、なんかテレビに出たんかなんか、それはね、それは分かりませんけれども、なんかでも、それでも世論調査、共同通信の世論調査ではですね、菅内閣支持率が41.3%。 えで、前回から9ポイント急落してると。また急落してるんか、いうね。ほんで、不支持が42.8%っていうことで、まあ、不支持の方がですね、1.5ポイントではあるんですけども、不支持の方が上回ってるっていうことでね。まあ、やっぱりね、あのー、なんていうんですか、こう、世論調査気にしてるのかなのかで知りませんけど、ガスです、みたいなね。 ガスですみたいなことを言ってみたり、いやそんな、なんか小手先のね、なんかことを考えるよりは、やっぱりきちんとやっぱ国民のためにね、まともな政策をするのが一番のね、この世論調査とかね、支持率を上げる近道だと思うんですけどもね。 なんか、そこをちゃんとやらないから、やっぱり支持率が、まあ、急落するのかなと、この共同通信でもですね。まあ、ほとんどの世論調査で急落、急落、急落ってずっと出てるわけですからね。うんまあ、ほんまになんか、えー、ほんでやっぱりその緊急事態宣言についてもね、まあ、遅すぎたという批判がですね、やっぱすごく、 えー、安倍内閣と同じで、緊急事態宣言遅すぎたっていうのがですね、79%と、もう8割ですよね、えー。もう遅すぎ、遅すぎというか、もう小池都知事に言われたからやったんじゃないかっていうね。うん、だからね、このあのさっきも言いましたけど、報道ステーションで菅さんがですね、いや、小池さんに言ったんですけどね、みたいなね、去年の段階でみたいな。 えー、でも聞いてくれなかったんですよねみたいなことを、なんか菅さん言ったんですけども、いや、そんななんかね、総理がね、そんな耳ちーこと言ってたらあかんでっていうね、<laughs> って思います、やっぱ菅さんっていうのは、やっぱり総理大臣としてというよりも、やっぱ官房長官で、あのー、なんていうんですか、冷たくやってんのがね。 あの一番良かったんだろうなっていうふうに思いますね、やっぱ総理大臣と、やっぱその、やっぱ器っていうかね、やまた違うんだろうなっていうね、うん、まあ、そのなんか記者会見とかね、テレビに出ても何言ってるか、ようわからへんようなことしか言ってないわけですしね、菅さんもね、だからこれでね、まあでもまだ40%もあんのかいうね、もう3割って。 3割台とかもあったのに、あのー、まあ、共同通信やったらまだ高めなんかなっていうね、うん。でもこれからまた下がっていくんじゃないのかなと、今、勝負の1ヶ月っていうかね、緊急事態宣言を一応1ヶ月っていうふうに区切ってるんで、えー、その1ヶ月後に上がったか、あのー、感染者がね、えー、増えたのか減ったのかみたいなね、えー、ことに、 あのがま問われてくると思うんですけども、まあ今のね東京でね毎日2000人っていうか今日はなんか1000人台ですか？だから日曜日だからっていうことなんですけども、まあ、日曜日だから1400人ぐらいですかね。でもそれでも日曜日としては多かったとなんかそそういうなんかいろんなあの。 なんていうか、検査のなんか状態とかそういうのもあって、えー、日曜日は少なく出るみたいなこと言ってたような気するんですけども、まあ、あの、なんか全然安心できないと、多分、えー、来週、えー、もですね、どうなってんのかな、みたいなね。だいたい2週間前の、あの、2週間前にかかった感じの人が、えー、その、今出てるっていうみたいですからね、なんかその、 だから今、そのすごい2000人とかなってるのは2週間前にえかかったんじゃないかなっていう人がその検査して今、わかるみたいな,なんかそういう感じみたいですからまあそれはどうなるのかなと、うん、やっぱその東京のね首都圏の主要駅の周辺の人出っていうのもまあ前の時と前の緊急事態宣言の時と比べてまあ全然減ってないと。 えー、増えて、むしろ増えてるみたいなね。うん。だからやっぱりもう、なんていうんですかね、もう国民もう、なも緊張感っていうかね、やっぱその前はね、えらいもう、なんていうんですか、スーパーから物がなくなったりね、トイレットペーパーがあのなくなったりとかってなのありましたけども、やっぱそういうのが、また、 あのこう何回もというかね、ねそれ緊張感、こう耐えられないというか、なんかやっぱり緩んできてるのかなっていうのは、あのまあまあしゃあないと思いますね、これはね、うん、まあ、だからね、ま本当、ちゃんと手厚い保証っていうかね、だから飲食店も,もう2回目ですか、緊急事態宣言、それは耐えられへんと、バタバタもう 前回は良かったけども、今回はもう耐えられないっていうところも多いみたいですから、だからそこに対してお金を配ればいいのに、えー、それが十分なお金を配られへんからです。協力金とかせえへんから、あのー、やっぱりそこも批判されてるわけでね。で、飲食店もすごくなんか狙い撃ちされてるかのようね、飲食店だけみたいなね。菅さんも飲食がってあ、その報道ステーションでも言ってましたけども、いや、な,なんでっていうね。 まあ、医療とか福祉施設が、政府の分科会で言われたのが、福祉施設とかで45%のなんかそのクラスターとか発生率があって、飲食は2割だと、えー、だからまあ飲食店もそれはあるかもしれませんけれども、ただ、そんななんかこう、主犯みたいなね、なんか言い方をするのはどうなんかなっていうね。 でこの主要駅の人手が気になるんだったら、そのデータでね、報道されてるんですけども、その主要駅にみんなが行かないように、その交通規制とかね、こうダイヤとか電車の本数減らすとか、いろんな考え方あると思うんですけどもね、うんだから結局ざるなんちゃうかなっていうね、だから1ヶ月って区切ってますけど、それすらやっぱり専門家も意味がないんじゃないかというふうに言われてるっていうことで、まあ、やっぱこう、 それがね、やっぱり評価もされないと思いますね。緊急事態宣言遅すぎっていうのも、まあ、あのそうでしょうけどもね。うん。まあ、その、他にもなんか内閣の不支持理由では首相に指導力がないが41.2%で最多だったと。えー、まあ、指導力も何にもないと。えー で緊急事態宣言の1ヶ月の期間というのは、ですね適切が39.8%、短すぎるが46.6%と、まあ、だからこれ、も全然評価されてないわけですよね。うーん、まあ、長,長くしたら長くしたでね、本当、お店とかあの困る人がいっぱい出てくると思うんですけども、だから本当、政府が覚悟を決めてね、 お金、現金配れば済む話なんですよと。金を配ればね、満足に金配ったら、みんな納得して店もね、休んだりとかできるわけなのに、それせえへんからダメなんでしょうって思うんですけどもね。うんで、まあ、桜を見る会に関してもね、やっぱ安倍さんがそのホテルの明細書を出さないと。 えー、この間ね、誤ったというか、もう国会で嘘ばっかり言ってたわけですから、えー、まあそれの安倍さんの問題もですね、そういう明細書を提示しないの不十分だというのが78.1%と、まあ当たり前だなと思いますね。で安倍さんももう議員辞職とかね、もうそういうことして、 して、もう一回その選挙とか出たらいいと思うんですけどね、見そぎ済ましたとかって。まあ、それでい,い、い,い悪いは別にしてね。でも、それすらやらないっていうのはどうなのかなと思いますしね。うん、まあ、オリンピックもね、やっぱりその、東京五輪も4、えー、中止すべきだが35.3%、えー、再延期すべきだが44.8%っていうことで、8割が見直しを求めていると、まあ、いうことでね。 うんまあ、ほんまの中でも、あれですね、えーまあ、ただでも野党がやっぱり政党支持率上がってないと、自民党が41%、立憲が7.8%、公明党が3.99%、共産党が3.3%、えー、維新が4.3%、えー、国民民主が0.8%、社民党が0.1%、N 国が0.4%、令和が1.1%と。うん だからやっぱり野党ももっと本んま政党支持率を上げるためにね、ねやっぱ今年選挙ですから、本当にもっと頑張ってほしいなというのは思いますけどもね、うん、まあでも菅さんももう本当にあの上がる要素がないんでね、うん、まあ、本当に厳しいだろうなという思いますけどもねチャンネル登録よろしくね。